はい、ルルカです。今回はね、au の新料金プラン発表会で、au 自体の料金プラン、こちらに関してもね、面白いプラン、まあ、ポポっていうものを出してきたんですけれど、ルルカ的にはそれ以上に、有給モバイルのね、新料金プラン、こちらがかなり熱いんじゃないかなと思いましたので、今回はね、あえてね、au の新料金プランではなくて、UQ モバイルの新料金プランに関してね、お話していこうかなと思います。まあ、今後ね、au の新料金プランに関しても触れていくかもしれないんですけど、とりあえず、有給モバイルがね、今熱いので、よかったら最後まで聞いていってください。それではね、まずこちら、 こちら見ていただきたいんですけどはい。 こちら、新料金プランの概要というふうに記載がされているんだけど、こちらね、Y モバイルさんが2月から開始する予定の新料金プランになっています。有給のね、話をする前に、しょっぱな出てきたのが Y モバイルさんになってくるんだけど、まあ、なんでこれを出したかというと、もともとこちらのが先に発表がされていました。前回ね、ソフトバンクオンラインを発表する際に、一緒にこちらのね、Y モバイルの新料金プランを発表したわけなんですけれど、まあ、残念ながらね、この新料金プランに関して、あまりお得感がありません。サブブランドに関しては、もともとがね、お得感はあるので、何もお得感がないわけ ではないんですけれど、ソフトバンクオンラインだったりね、アハオモが出てきたことによって値段下がるんじゃないと思っていたところに下がらなかったので、まあ、ちょっとがっかりだなっていう料金プランになっています。まあ、ここに関してはね、ソフトバンクのね、言い分としてはソフトバンクオンラインに関してはまあ、オンライン特化している、まあ、サポートとかがない分安くしているなんですけれど、こちらのね、ワイモバイルに関してはちゃんとした店舗があったりとか、まあ、サポートを受けることができるそういうものが入っているので、しっかりと区分けができている。なのであえてまこちらに関してはね、値下げを入れてこなかったっていう感じのね、内容だったんですよね。 ま、あ納得できるといえば納得できる内容だとは思うんですけれど、残念ながら、今ね、出ているサブブランドって、Y モバイルと UQ モバイルしかありません。他にね、格安ムとかはあるんですけど、サブブランドって言うても Y モバイルと UQ モバイルしかない。ということで、今までの流れで言えば、こういう感じで Y モバイルの方がほとんど値下げをしなかった状況になっているので、それこそ次に出てくる UQ に関しても値下げがされないんじゃないかなって多くの方が思っていたんじゃないかなと思います。なんですけれど、本日ね、 1>, 1月13日、au の新料金プラン発表と同時に、なんと UQ さんが値下げを発表しました。これがやばい。マジでやばい。なんならね、格安シムを駆逐する勢いじゃないかなってぐらいやばい。 ということでね、新料金プラン見ていただきたいんですけど、こちら2月1日からお申し込み受付開始になっているんですけれど、繰越プランっていうものを発表しました。繰越プラン SML っていうので、お値段の方が1 4 8 0円、2 4 8 0円、3480円ということで、こちらに関しては割引とかない状態ですね。シンプルに何も割引がない状態でのお値段っていうのがこの金額になっています。最初のね、一人で入ろうがこの値段ということで、今まで散々家族と入んないと割引にならないのとかね、言ってる方多くいたと思うんですけど、そういう方々の意見に答えて、一人で入ってもこの金額 金額シンプルな料金で契約することができるっていう形で元々のね。こちらの料金プランまあだいたい1980円だったりとか2980円だったものをまあ、500円ずつ値下げした感じになります。繰越プラン l に関しては3980円で20ギガ使えるものがね。出る予定だったんですけど、そちらのプランに関しては幻のプランということで出る前にね。この繰越プラン l に変わってしまったんですけれど、全てのプランでま500円引きになってまあ、なおかつなんですけれど、ちょっとデータ容量が多い。プランに関しては5ギガずつプラスアルファされました。元々10だったのが15。元々。 予定の,のものが25にパワーアップしました。さらにね、データ夜もね、翌月に繰り越しできるということで、まぁ、あ、Y モバイルよりもね、繰り越しできる分ちょっとお得だったりとか、まぁ、あ、さらにね、超過後、Y モバイル同様低速回線1メガになってるんですけど、UQ モバイルに関しては自分でね、 高速、低速を切り替えることができますので、低速回線で普段はあまり使わないように押さえておいて、ま、いざというとき、ま、いざというときって言い方もおかしいかもしれないんですけど、高速回線をしっかり使うことができる。この料金だけ見ると、そこまで安くないじゃんと思う方もいると思います。値段だけ見てもね、ちょっとピンとこない人もいると思うんですよね。ま、なんですけど、この料金プラン、めちゃくちゃ安いんです。ま、比較対象で見ていくとわかりやすいんですけど、ま、先ほどね、格安シムだったりとか、MVNO を潰す勢いって話をさせてもらったんですけれど、実際のところ、KDDI ではね、AU っていう、ま、キャリアですよね。 キャリアのもの、まあ、プラスサブブランドとしての有給モバイルこれですねここさらに言うと子会社にしたビッグローモバイルっていうものがありますこのビッグローモバイルっていうものが格安 SIM に当たるんですけれど今回の料金値下げによってビッグローモバイルが大変なことになってしまいましたちょっとねビッグローモバイルの料金表見ていこうと思うんですけどこちらがねまあ、kddi の子会社の格安 s シム、まあ、ビッグローモバイルのね料金プランになってくるわけなんですけれどご覧ください 音声通話の部分なんですけれど、先ほどね、UQ モバイル 3GB1480 円だったわけなんですけど、なんと格安シムのビッグローモバイルさん、3GB プランが1600円になってしまいます。UQ モバイル今高い状態。で、さらにその下見ていくと、繰越プラン M。 ま、15ギガね、使うことができるプランなんですけど、まあ、15ギガのね、プランがないので、12ギガのプランを見ていこうと思うんですけれど、先ほど繰越プラン M に関しては2180円だったところ、なんと、ビクロモバイルさんでは3400円で12ギガ、3ギガ少ない状態で、値段の方が約1000円高い状態。もちろんね、ビクロモバイルに関しては、ま、データ通信とかもあるんですけれど、三3ギガのプランに関しては、ま、ギリギリね、有機モバイルよりも、 ま、データ通信だけだと安くなる形にはなってくるんですけれど、12ギガとかになってくると、繰り越しプラン、UQ のプランがね、2180円で15ギガあるところ、まあ、2820円になってしまったりということで、一応ね、サブブランドで UQ モバイルのが、まあ、上に来るって言い方もおかしいのかもしれないんですけど、高品質っていう扱いになってるはずなんですけれど、値段としては UQ モバイルのが安くなってしまった。 という形になってしまいました。ADDI のね、同じグループにある格安部の会社さんをぶち切るようなね、値段を UQ さんつけてしまった形になります。というところで、まあ、料金だけを見ていくと、明らかに UQ モバイルの方が安くなっている。まあ、さらに言ってしまうと、質の面を見ても、ビクロモバイルよりも UQ モバイルの方が高いものになっています。一応ね、ビクロモバイルとしては面白いオプションとして、 エンタメフリーなどがあったりするんですけど、まあ、それに関してもぶっちゃけた話、1メガ使い放題のが優秀です。その辺を含めても、UQ モバイルにビクロモバイルが勝てる部分って、ほとんどありません。まあ、こんな、ほとんどという言い方なんですけれど、はい、こんな感じで、音声ツアーシム3ギガ6ヶ月間400円。 だったりとか、まあ、エンターメフリー、6ヶ月間無料だったりっていう感じで、かなりね、強めの割引ですね。かなりお得になる割引をやっているので、まあ、期間限定という面では、UQ モバイルよりもね、お得に利用することができる。まあ、でもね、結果的に、この割引が終わった後からは、UQ よりも高くなってしまうので、あまり意味がないものではあるんですけれど、まあ、とりあえず入って使ってほしいということで、こういう感じのお得なキャンペーンをやっていたりとか、以前動画のようにさせていただいたので、まあ、概要欄下の方にも貼っとくんですけど、現在、ビクロモバイルを使っていて、ナンバーポータビリティをするよっていう感じで、サポートセ に電話をかけるると10ヶ月間無料になるキャンンペーンがやっていますこれをキャンペーンと呼んでいいかわからないんですけれど、ま多くの方がね、まあ実際に引き止めとしてね、まあ10ヶ月間無料になるっていうのをもらっているという形で、かなりね、キャンペーンの方で繋ぎ止めているという形にはなっているんですけれど、まあ、そのね、キャンペーンで繋ぎ止めるというのにも限界があると思いますので、自社がね、運営している格安 SIM の会社さん、さえも苦しめてしまうような料金っていうのを UQ モバイルがね、発表した形になります。まあこの料金プランを見るとね、もっと安いね、格安 SIM とかもあるよって話が出てくると思うんですけど、UQ モバイルって、まあ 店舗でのサポート。まあ、そこまで多くはないですけどありますし、電話でのサポートとかもある。さらにね、品質としても、ほとんど英 u と買わないというか、かなりね、いい感じの品質で使うことができて、一番安いプランだとね、1180円。まあ、税込みで1628円ということで、税込みでもね、2000円を切る金額で、誰でもこの金額で使うことができる。割引とかがあるわけではない。 っていうのを出してきたということで、まあ、先ほどもお見せしたんですけど、ビッグローモバイル、まあ、自社のね、KDDI グループの格安シムと比較したとしても、かなり激安。まあ、格安シムの中にもね、いろんなところがあるので、これ以上お得に見えるプランもあるかもしれないんですけど、品質がどうなのかとかっていう部分を見ていくと、まあ、正直な話、格安シムで UQ モバイルと戦えるところっていうのを探す方が難しいんじゃないかなと思う。日本通信とかが、ま、特別な感じでね、まあ、以前動画の方に上げさせてもらったんですけど、まだドコモさんとの話し合いが終わる前に値引きした状態で出しているプラン。あの辺の プランとかであればね。対抗できるプランなのかなと思うんですけど、そういうまあ、ある意味チートぐらいの勢いの料金プランがない限り、ちょっと格安 sim に将来はないんじゃないかなって思わせるような。uq さんのね。新料金プランが出てきましたので、紹介させていただきました。かなりお得じゃないかなと思います。ということでね。この uq のプランに対抗して、格安 sim の会社さんが頑張って新料金プランを出してくるのか、まあね、ある程度力があるね。格安 sim の会社さんだったら頑張れるかもしれないんですけど、相当厳しいことになるんじゃないかなと思います。そして、ワイモバイルに関しては前回の。 バンクオンラインのね発表会の時に値下げっていうのはほとんどなかったのでちょっともう下がらないのかなっていうことでがっかりした方もいると思います。とはいえねまあワイモバイルに関してそこまで不満を持っていないからそのまま使おうと思っていた方に関してはある意味ねこちら朗報になるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんねこのままワイモバイルに関しては2月から新料金プランを出してくる可能性っていうのはもちろんあるわけなんですけれど唯一ライバルとして出ている UQ キューモバイルがこういう感じで値下げを発表したということでワイモバイルとしてもこのままやっていくのも厳しいんじゃないかなとということでまあ、あともうねそんなに2月まで時間 ないんですけれど、まあ、2月の最初からね。変更はできるかわからないんですけれど、ワイモバイルに関しても、もしかしたらこちらに合わせてね。有給に合わせる形で似たような料金プランを出してくるんじゃないかなっていう未来が見えたということでね。わざわざ下げる必要がなかったものに関して下げてくるっていうのは、まあ、本当ね。いい流れなんじゃないかなと思います。ただしねまあ、サブブランドのワイモバイルに関してはまだ頑張れるかもしれないけど、ここまで下げてしまったことによって、2021年携帯業界がね。かなり動くんじゃないかなと思っていたんですけれど、格安 sim の会社さんが淘汰される。未来がね。ちょっと見えてきちゃったので。今後の いろいろな格安シム、まあ、MVNO 業者さんの動きっていうのにもね注目なんじゃないかなと思いますまた AU のね新料金プランに関しても非常にルルカは評価していますのでまた別途ね動画の方にあげようと思いますがとりあえず今回はあまりにも有機モバイルがお得で、まあ、かなりね熱い発表してくれましたので先にね紹介のさせていただきました今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました